こんにちは、イマジンハート研究所の直おじいです。ですね、何回もねやってるんですけれども、このね、404っていうね、ウォークマンの電池蓋を作ってるんですけれども、まあこんな感じでねできてきましたということをやったんですけど、今回ですね、いろいろとね失敗することが多くてですね、やっとですねこんなもの、これはですね両面をこう削り出してるんですよ。はい。でいろいろ問題があってね、これね6ミリのね、こう6ミリ厚のですね、板、ポムっていう POM っていう素材の板を使って削り出してるんですけど、僕はね6ミリだと思い込んでおりました。ほんでね、実際ね、測ったらですね、6.5 ミリあるんですよね。はい、それでいろんなね、不具合のね、原因がね、不具合っていうか、失敗した原因の一つにそれがありました。なぜかね、両面を印刷するときにね、おかしな現象が起きるんでね、例えば穴をね、こう開けてるんですよ。これね、これ、やり方、正しいかどうかわからないんですけれども、要するにね、なんて言うんですかな、こうやるときにですね、誰も聞くところもないしですね、動画とかいろんなのを、こう、片っ端からですね、調べていくんですけど、やっぱね、その動画上げてる人のシチュエーションというかですね、環境によるんで、同じものがね、自分でやりたいことと同じことがですね、ないんですよね。なので、いろいろとね、調べてっていうかですね、試行錯誤しながらね、やってるわけですけれども、例えばこの穴、これ最終的にこの穴に行き当たったんですけど、これね、動画なんかで見る、調べるとですね、この削り出しとかのやつで、まあ、工場なんかのやつはね、このね、5軸っていうやつでですね、こう回転しながらですね、削ったりなんかするようなのがあるんですけれども、今度4軸っていうのは自分でやりたいと思ってるんですけど、用意してるんですけれども、ですね、普通のですね、こう CNC ルーターを使って、削らせる場合、動画でやってるのって、大体ですね、片面なんですよね、片面。面にはだから3次元ありますけれども、その上だけ、上から削ることはですね、いろいろやってるんですけれども、これをね、後ろから削るとかですね、横から削ることに関しての動画っていうのは、ほとんどないんですよ。一個だけね、ちょっとありましたけれども、それは英語でですね、この、要するに説明、僕もそうですけれども、やっぱ説明するときっていうのは、その説明に至るまでの理解っていうのがやっぱ必要になってくるんですね。そうじゃないとですね、物事を説明するときに、どこを基準にしてこう説明するかによって違うんでね。例えば CAD っていう言葉使ったときに、CAD っていうのを知ってる人は CAD でわかりますけども、CAD っていうのはどういうものかから説明するとですね、コンピューターって、コンピューターってどういうものかとかね、プログラムってどういうものかとかから、こう説明したらですね、延々と続いてしまうんでね。どうしてもね、説明するには、ここまで知ってるだろうというね、前提を踏まえてですね、説明してるもんですから、そうするとですね、その一個だけ動画が上がってたやつもですね、フリーキャドっていうものね、この僕が使ってるキャドですけれども、それをある程度というかですね、その分野で分かってる人に対して、説明してるんでね、僕分からなかったんでね、非常に困りましたよね。いろいろやってみて、ほんでいろんな人がやってると、いろんな環境の中でこう答えが出るんですけど、一つしか動画がなかったんで大変だったんですよね。はい。そういう形でですね、試行錯誤してですね、いろんなやり方してます。で、まあこういう普通にね、上から削るっていうのはですね、たくさん出てます。あとモデリングね、フリーキャドっていうキャドを使ったですね、無料のキャドなんだね。それを使ったモデリングね、このものをこうバーチャル空間に作り出すっていうのはたくさんあるんですよ。そして 3D プリンターね、まあ
光造形で作る場合とですね、あのフィラメントを使って作る場合があるんですけど、で特にねフィラメントを使って作る場合の動画っていうのは結構あります。あれたくさんあるんですよ。それよりはまあ多少少なくなりますけど、光造形で作るっていうのはまあ あります。で僕みたい今やってるみたいに CNC っつってこう削り出して作るやつ、それはね極端に減ります。それはですね、こうまあ普通のね光造形とかですね、なんていうんですかね、フィラメント使ったやつっていうのはもう簡単なんですよ。ソフトがこう使えればっていうか、ね、機械があればですね簡単に、まあ、ある意味簡単単純化するとボタンを押すだけでできてくるっていうことなんですけど、削り出しの場合はねもっとねいろんなね設定がねたくさんあってですね、いろんなノウハウっていうかですね、いろんなことの総合になってくるんで、やっぱり敷居が高いんですよ。あとはねこう彫刻みたいにですねこうね平面上を削るっていうのはね結構ね楽なんでね、それもだから 3D プリンターで、作るのとそう変わらないで結構動画あるんですよ。だけどこのね立体的にね作り出すっていうのはですね、調べるとですね主に本当に工場とかのねレベルでの話が結構多いんで、僕みたいにね工場とかでやるわけじゃない、ね、安い機材でもってやろうとした時の動画がほとんどないんですよね。その一環として一個として例えばこう問題だったのはですね、このねこの両面に削る、両面を削って作るっていう時、やり方がね分かんなくて、まずねこのモデルを作ります。まあこういうねこういった形のモデルを作ります。これモデルを作るとですね、こういう風にモデルを作るとですね、最初何も設定しないとですよ、この上から削り出すモデルしかできないんですよ。それをこう回転するっていう、回転してこっちの裏面をですね上にするっていう動作すらですね分かんなくてですね、非常に大変でした。はい、やっとですね、まあ全部は分かってるわけじゃないですけれども軸をね変えるっていう操作がありまして、まあこれはね僕の覚書としてですけどね、こういうものをですね、こういうふうに回転するね、する仕方はですね、まあこれ僕の覚書ですけどね、メモとしてですけど、ここの面をね、ここの面を選択するんです。面じゃないね、このねエッジね、線っていうかですね、角じゃないね、このね、ここの部分ね、ここをね選択してですね、一回Y アクシスっていうね、Y軸っていうボタンを変換するっていうボタンを押します。そうするとですね、一旦変な形にこう形になりましてね、その後ですね、Z アクシスっていうボタンがありまして、で Z アクシス、Z 軸ってボタンがあって、それを1回押すと元に戻ってですね、2回押すとですね、これが見事にこれ反転するんですよ。これがね理屈が分かんない、そのボタンの意味はね分かんない。ドキュメント調べたんですけれどもね、ほとんど載ってないんですよ。要するに公式ドキュメントね、英語版ですけどね、それをよく見てもね載ってない。何をするっていうだけしか載ってなくてですね、例えばさっき今みたいに このこの位置をですね、こう裏返すのにはどういう風にやったらいいかとかですね、そのボタンがどういう風に変化するボタンなのかっていうのがね、詳しく載ってないんでね、だから一回いろんなここをね選んで変換させてみたりですね、いろんな組み合わせをやってみました。でちなみにその動画、僕が参考にした動画はですね、
こう90度変えることはねやってるんですけど、反転させるっていうことはやってないんで分かんなくてですね、もう何度もいろんなところをこう選んでですね、そのアクシスっていう X アクシス、Y アクシス、Z アクシスっていうのがボタンがあるんですけど、それをねいろいろ変えたりとかですね、ローテートっていう XY ローテートっていうのがあるんですよ。これはねこう変えてるんですよ。それはね分かりやすいんですよね。だったらこれあの XY じゃなくてですね ZY ローテーションとかね、そういうのがあればねこう選べればいいんだけど、ないんですよ。これ平面に対してですね、こう横方向にね水平に動かすのはね90度とかやって動かしたいんですけれども、この反転するっていうね Z 軸をこう動かすこと自体はそういうふうに90度とかできないんですよ。だからねどういうふうにやっていいのか分かんなくて、何度も何度も繰り返してですね、やっとこの面をこういうふうに変えることはできるようになりましたそれはさっき言ったみたいに、繰り返すとここのね反転というかですね、ここを選んで Y アクシスを選んで X アクシスを2回押すんですよ。そうするとですね、これがグッと反転してですね、この面を削り出すようになるというね、そんで、この面を削り出すんで、これだとですね、これさっき言ったみたいに、さっきこのね基準点ってのがあるんですよ、削るときにね。この基準点、この基準点からこう今設定だと1ミリずつぐらい XY1 ミリずつ動かしたところからこう始まるような感じなんですけれども、そうするとですねこれ反転したときにね基準点がここ行くんですよね。はい。でここの面を基準にしてこうなんかでねこうやってこう押し当ててこうプレートっていうかね加工のツールに貼り付けてるんで、ここなんでこうやったらですね別の面になっちゃってですねダメなんですよ、基準が動いちゃうんでね。だからこれに対してこう変えたわけですよ、こう変えて。だからその場合はですね、さっき言ったこれがですねこういうふうにですね手前に回転することできたんで、これをまた180度こう回転させるとね、そういう方向でこのこれからですねこういうふうにねこうまずこう削ってですね、これをこう回転させてこの面を削ると、その時に基準点はここに動くんですね。こっち左下にあった基準点は右下に動く、はい、でこの基準点を変えたくなかったんで、要するに共通した表面と裏面で共通にしたかったんで、ここをですね位置調整した後に、この段階でね0点基準点をですね、決めるんですけど、そこでドリルっていうかね、この最初はですねこの何だろう削り出すエンドミルっていうねドリルみたいなやつなんですけど、それで直接で削ってるんですよ。で普通だったら大丈夫なんですけど、これね 0.5 ミリでね、ちなみにねこのね厚さ一番薄いところの厚さがですね 0.5 ミリなんですよ。これ 3D プリンターでね、普通の 3D プリンターは 0.4 ミリのノズルなんでね、もうね一ノズルみたいな感じでねこれできないんですよ。0.1 ミリのやつってもあるんですけど、多分強度も落ちるんでダメなんですよね。だから削り出しでしか作れないと僕は今のところ思ってるんですけれども、そうすると 0.5 ミリの、ドリルみたいなねエンドミルっていうのを使うとですね、このドリル部分ね、これ刃のついてる部分がですね6ミリ弱ぐらいだったんですね。 5.5 ミリぐらいかな、ということはですねこれここのね厚さが当初6ミリだと思ったんでね、6ミリだったらなんとかいけたんですけど、6.5ミリだったんですよ。届かないんですよ、届かない。で無理やりやったらですね、このねドリルっていうかねエンドミルが折れてしまいましてね
そういうようなことがありましてですね、今ちょっとねこれ2ミリの穴開けちゃってるんですけれども、この穴の大きさはねどうしようかなと思ってるんですけど、今のところねドリルで持ってドリル4ミリぐらいねこう穴開けてですね、別のハンドのねこう手で回してやるやつで、裏返すときにですね、貫通させようかなと思っております。まああのあれでもいいんですけどね、ドリル使ってやってもいいんですけれども、これ貫通させてですね、そうするとここの表面の基準と裏面の基準が一致するわけですね。だから常にこの基準点を中心にして機械が動くようにしておくとですね、両面が加工できると。ほんで、ここまだ取ってないんですけど、ここにですね、タブっていうのを設けてます。これ最初これぜーって全部削っちゃうんですよね、ここね。だけれども残すんですよ、ちょこっとだけ4箇所だけ、1ミリぐらいのね、タブっていう形でですね残してます。削り残しをわざと作ってるんですよ。んで裏面もこうやって全部削っちゃいます。そうすると本当だったらですね、何もタブっていう削り残しがないとそのままストンと抜けてしまうんでね、だからそういうのを防ぐためにタブっていうね、削り残しをここがまあ何箇所でもいいんですけど4箇所を作ってます。はい。なのであとはこのタブっていうのを、切り落とすとですね、これが何ですか、部品としてですね抜けます。はい。ちょっとやってみますよね、うまくいくかな、これね、ここでちょっと待ってください。これカッターでできると思う、あできるね、1ミリぐらいなんで、ね、カッターでね簡単に切れますね。こことちょっと見えるか、で枠からですね取れました。はい、はい、こういうのもね細かいんですけどね、からね、はい、そうするとここをちょっとちょっと削ってですね、まあ今あの簡単にこうやってますけどね、こう削りますます。はい。そしてですね、そうすると、前回で切り落としてしまったですね、このねフックがですね現れます。一つ一つですね試行錯誤しながらやってるもんですから、なかなか時間かけてかかってしまいます。よしね、これでこういうふうにできましたね。で、これで入るんですけれども、実はもう一回加工しなくちゃいけないんですよ。ほらここが入ります、入るんですけれども、あれ、あ、ここ削らなくちゃいけない。ここね横方向から削ればいいんだけど、削るのに時間かかるんで、こう単純なね削りはね手で後からね加工した方が楽だろうということでね、わざと残しております。また今度ねこれ完全にこう自動化できればこの辺も、機械が やった方がいいのかもしれないですけど、単純なところを残ってます。そんであとはですね、あとはここのねここのフックの部分、ここも削り残してます。ここがね難しいんですよ。なぜかというとこういう方向でね、削るんで、この内側をこうえぐるという動作ができないんですね。でここをこういうふうにやるとですね、今度はここが邪魔になってですね届かないんですよね。だからここはね後からですねあのハンドドリルで持ってこう変えます。これもね多分ね斜めにね銃を作って斜めに設定して、この斜めに設定するっていうのもね、あのさっきのね回転とかと同じように、多分できない可能性があるんですけど、できるのかな、こうやって斜めにしといて
ちょっとね、その辺のやり方もね、載ってないんでね。だけど四軸でね、こう回転させながらね、機械が回転させてわざとね、やるようになればですね、ここをこう斜めにしてね、45度ぐらいにしてですね、ここからこうやってね、ドリルでね、こうやってギーッと削り出すっていうことはあると思うんですよね。なのでまだ今後の課題なんですけどね、はい、こうなってきます。ここを削るとですね、ここをこうやって入れてスパッとこう入るはず。今ここ削ってないんでね、ここで止まっちゃいますけど、こんな感じでね、はい。で、以前ね、こうやった時にね、ここがなぜかね、ここがね、こうつらい位置にならなかったんですよ。ちょっとね、出っ張ってたの、おかしいなと思ってたのはですね、さっき最初に言ったですね、この素材の厚さがですね、6ミリって書いてあったんで、それを鵜呑みにしたためにですね、これ本来は 6.4 から 6.5 ミリだったんですよ。だからこう最終的に削り出すとですね、ここが 0.5 ミリぐらい、こうね、合わなくなったっていうかね、飛び出してしまったっていうことになりますよね。はい、そしてこれでできましたね。で、ここね、ちょうど見えるかな、これね、染めるとね、ちょっとね、綺麗になると思うんですけど、ここも前回言ったの、こうね、ちょっとわかるかな、前回紹介したのはこういう感じでね、はい、このまだね、このね、オープンって書いてあるんですけどね、このね、彫刻ちょっと検討、もうちょっとしなくちゃいけないね。小さいんでね、なかなかうまくね、文字が確認できるようにこうならなくてですね、まあこんな感じでね、印刷っていうか削り出してるんですね。これはここ掘ってるのは0.3ミリの深さで掘ったりとかですね、ここの突起はですね 0.3 ミリ飛び出してる。で、この 0.3 ミリ飛び出してるこのね、スリットのおかげでここが滑らないんですよね。はい、これがないとですね、ツルツル滑ってですね、電池の蓋がですね、開けにくいんでね、それでまあこういう形、元のやつはこうですからね、こうね、まあパッと見、まあ色ちょっと茶色に塗っちゃったんで、ね、間違えちゃってね、パッと見ね、あれどうだ、こう同じでしょ同じ、ちょっとね、ちょっと大きさが違ったりなんですけど、もうちょっと矢印も大きくした方がいいのかもしれないですね。これその辺のね、調整のとかはあるんですけどね、はい。そんでまあで、まだね、染めてないんでね、こう見にくいんですけどね、そう、白なんでね、なかなかね、こう見にくいかもしれないですけど、ここね、突起の部分があってですね、滑り止めで、これオープンって書いてあるんですけどね、これ染めないとね、ちょっとね、反射しちゃって、白だと反射して見にくいと思うんですけどね、はい。ここまでね、この本体ができました。あとね、ここがまあ残ってるというか、まあこれはもうつけるだけなんですけどね、ここは穴開けておりましてですね、これ本来はですね、こういうふうにここでね、スライドするようになってるんですね。この電池バネがですね、ここにこう差し込まれてですね、この間スライドするんですね。だけどここのね、削りがね、できないんですよ。いろいろと問題があってですね、機械的にできない、なのでまあやる方法はね、いろいろ考えてるんですけれども、まあいくつか方法があるんですけどね、ジグをね、作らなきゃいけないんで、とりあえず今回は、この部分穴開けてですね、コマをここに落とし込んでですね、処理します。そのコマはもうCAD データは できてるんですよね、削り出します。この時にまあ厚さ、ここのね、幅がね、ここの幅が2ミリなんで、2ミリの厚さの、まあこれは2ミリじゃないな、こういうね、ポムのですね、板を買いました。これは3ミリかな、3ミリ、2ミリっていうのがあるんですよね。この辺も2ミリかな。これかな。こ
これは1ミリかな。これ1ミリですね。これ1ミリ。これは、あ、これは2ミリですね。これ2ミリ。2ミリ。2ミリのやつで削ってですね、これがこういう形でね、こういう形で入るようになってますね。はい。こういうふうにね。こういう形でね。ちょっとわかりにくいかもしれないですけどね。はい。これはね、これからね、削り出して。これはね、そんなにね、時間かかんないんでね、ちっちゃいコマなんでね。今のね、設定だとこれ作るのにね、6時間ぐらいかかります。5、6時間ぐらいかかります。大変だったんですけど、6時間ぐらい。あ、だけどね、こう削るね、工程が、まあ、いろいろ調整すればですね、多分半分以下ぐらいになるんじゃないかなと、いろいろ調整ね、削る必要がないところまで削っちゃったりなんかしてる。で、遅くなってるのと、あとは、まあ、速さですね、削る速さとかも調整すればですね、2分の1ぐらい、3時間ぐらいでできるようになればいいなと思っております。はい。そんなところですかね。あとこれで、染めます。黒でね。これ間違ってね。黒と茶色ってね、染める液体の色がね、わかんないです。黒と茶色と紫の色がね、みんな同じに見えてしまってですね。間違えてですね、茶色で染めてしまったんですけどね。今回ね、もう一回ね、作り直すんで、液を作り直すんで、染めの通り、染料ありますんで、もう一回ね、作り直してですね、やるんで、ちゃんと黒ができると思います。あ、その前に、このね、これ面取りしていかなくちゃいけないですね。ここがね、やっぱね、面がね、ここ、ちょっとね、こう R になってるんですけど、これ R をやるとですね、またね、削るときに時間かかるのと、もしくはですね、こう指示するね、この、さっきのタブっていう削り残し、それの関係があるんで、ちょっと今回はですね、あえてですね、手でね、こうグラインダーでもってグングって削るようにしようと思ってます。その方がね、全然早いんでね、あんまりね、これ機能的には意味ないんで、まあ、見た目っていうかですね、引っかかりがないように、こう、グラインダーで削るだけなんで、それは、手でやった方がずっと早いんでね。こんなのね、何十分もかかるんですよ。この面を取る、ね、こういう面を取るのにね。それがですね、もう一瞬でできるんでね、手の方がね。それがね、アナログとね、デジタルの違いみたいなところがあるんですけどね。はい。そんな感じで、これ染め、ここの部分削ってですね、また、ここのね、フックの部分も削りますけどね。そしたら、染めてですね、染めて、これでできると思います。はい。特に、問題になるような箇所は、今のところもう、ね、今のやり方ではないと思ってますんで、はい。で、これ1個作ります。はい。で、なんでこのね、この 404F404 にこだわるのって、電池蓋ね。これ1個ですよ。1個作るのに2週間か3週間ぐらいかかってるんですよ。実際の問題ね。他のこともやりながらですけどね。これだけやってるわけじゃないですけれども、それはですね、この電池の蓋を作りたいだけっていうわけじゃないんですよ。それは結果的にこれが引き金になってるんですけど、電池の蓋を作るっていうのが引き金になってるんですけど、このウォークマンでもね、電池蓋ありますけど、同じような仕組みのもの、まあ、このね、F404 ほどの、こう、難しさはないんですけれども、これ 0.5 ミリですからね、こんなのはないと思うんですけど、それに近いものっていうのは結構ありましてね、これを作るとですね、他のものも同じようなやり方で、割かし簡単にできるようになるんですよね。要するに金型ですよね。金型。実際のこのものの金型じゃなくて、作り方という金型。要するに作り方という、まあ、ノウハウも含めたですね。それを作っておく。まあ、作る上での金型ですね。なんていうんですかね。こう、作り方というね、こう、
技術というかですね、そういう金型を作るとですね、それを利用して同じような形状のものっていうのができると。で、最終的にね、まあこれだけじゃなくてですね、まだいろんなものがね、この手のね、ちっちゃいやつで、こんなちっちゃいね、部品を作るっていう、動画がないんですよ、実際の。ちっちゃい部品ね、ギアとか作るというのはありますよ。はい。だけど、なんていうのかね、ちゃんとした作り方ではなくてですね、とりあえず動けばみたいな、ね、自分で使うから、とりあえず動いて、ああ、動いたらよかったね、で、ちゃんちゃんしゃんで終わるようなのっていうのは結構あるんですけどね、僕はね、どうもね、それだとね、満足しないんですよね。やっぱりね、ちゃんとしたものを作りたいっていうのがありますんで、いい加減なね、ものにしたくないっていうのがありますんで、そういうのはね、なかなかないんで、このちっちゃいやつに対してね、はい。なので、そういうこういうちっちゃいもの、もしくはもう強度のあるもの、ね、これね 0.5 ミリなんですけど、まあわざとやれば折れますけれど、普通に使ってる分には多分折れたりしないですね。で、これができるようになると、だから電池の蓋もできますし、ギアなんかもね、今やろうと思ってまあいろいろ作業してますけれども、あとね、スイッチとかですね、そういうのもね、自分で作れちゃうんですよね。ああいうようになる、もしくはですね、まあいろんなね、こういうプラスチックの部品を作れるようになるわけですね。はい。そうですね、なんだ、カセットのね、ピンチローラーってくる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 回るやつ、これ見えないな、あるんですけど、それをカバーするね、ケースみたいなのあるんですよね。丸いこう軸をですね、こう閉じ込めるようなね、形状のもの、そういうのもね、実際ね、手でね、もうずいぶん前ですけど、ハンドルーターでやろうとしたんで失敗しました。何ですよ、こんなちっちゃいもんで、なおかつですね、こう複雑な形状してますんで、作れなかったんですよね。そういうのがですね、この作れるようになると。で、この前は 3D プリンターの光造形で作ったですね、イヤホンです。やっぱ光造形でも綺麗にできるんですけれども、なかなかね、僕的に思ったようなやり方ができなくて、ものができなくて、それもですね、削り出すっていう方法を使うと、より精度の高いものね、でできます。今はね、やってるのは、これ削り出してるのは 0.5 ミリのですね、ドリルっていうエンドミルを使ってるんですよね。で 0.2 ミリとかもあるんですけど、ともかくですね、折れてしまうんでね、一応 0.5 ミリが僕が今使える一番細いですね、ドリルっていうエンドミルなんでね、それでちょっといろいろやりながら、こう調べてっていうかですね、いろんな方法を探し出してですね、なかなかね、人に聞けないで、実際ね、こういうのやってるとですね、まあそういうのをね、学校で習ったんだろうとか思うと思われる方もいるかもしれない。僕はね、電気工学ですからね、コンピューター専攻なんでね、計算のねやつでね、電子工学、普通で言うところに電子工学で、プログラムなんかはまあ科目にありましたけど、まあもう30年40年ぐらい前、40年じゃない、もう40年前の、大学なんでね、その頃のねやつってはほとんど使えないですね。それましてやですね、こういう削り出しとかそういうね、機械系のことはね、全然わからない。で、今ね、いろいろ染めたりとかですね、プラスチックなんかのやってますけれども、メッキとかね、化学系は僕嫌いでしたからね、前も言いましたけど、化学大嫌い、化学大嫌いな人間だったんでね。なので、まあ、コンピューターとかね、電気回路の設計は、まあ、ある意味ね、専門と言えるのかもしれないですけど、機械系のものに関しては、
あの多分素人です。ただね、あのカシオ計算機で入った時にですね、電気系じゃなくてですね、品質管理じゃなくて品質保証というね、品質を規格とかをね設定したりとかですね、品質確認ですね、製品の品質、今で言うと例えばリチウムイオンが燃えないかとかですね設計がおかしくないかとかね、そういうのを検証していくところに配属されてですね、その時に電気系も機械系も含めてですね、全部チェックしなくちゃいけないんですよね。そこでですね、機械図面とか交差とかですね、いろんなのそこで習ったっていうかですね、勉強したんでね、もともと大学でやったものではないと、だから専門外ですね。だからほとんどね専門外ですよ。今はね特にそうなんですけど、やりたいものがあるとですね、資料はかなりの部分あります。だから多分 80% くらいはね、いろんな資料を集めるとですね、わかるんじゃないかな。あとの 20% とかですね、まあ最後の 5% とかね、そういうのはね、もう自分でね、トライしてですね、確認しながらね、一つ一つ潰していかないといけないんですね。だから細かい部分まではね、全部載ってないし、マニュアルもないしですね、資料もないんでね、自分で、見つけ出すしかないと思ってます。逆に言うとですね、こう資料とかですね、別の分野、自分がやりたいことができるいい時代なのかなと思ってます。で、まあいろんなね、機械類僕買ってますけれども、だけれどもね、何十年も前の基準からすれば何百万とかですね、何千万もするような下であろうものがですね、いやそういう機能のものがですね、今簡単に手に入る、簡単に言っても数万円とかですね、10万円弱ぐらいでね手に入る時代ですね。もともとですスマホ新品買って10万ぐらいで、中古だとですね 1,2 万とかで買えたりなんかするわけですね。それね、何十年も前ね、コンピューターが、僕が最初に買ったコンピューターではないんだけど、最初に買ったユニックス系のね、ワークステーションっていうデックステーションっていうのがありましたね。それが一式200万でしたからね200万しないとですね、今で言うところの C 言語とかね、今はねもう結構 C 言語とかね、 Python とかですね、 Perl とかですね、 Ruby とかですね、いろんなプログラム言語がありますけど、40年前の最新のプログラムは C 言語ですね。その前はフォートランとかコボルとか機械語とかありましたけども、C 言語、C 言語がまともに動作するのがユニックスで一番安かったのがデックスけど、今ないんですけど、デック、デジタルエクイプメントっていうね会社がありましてねそれでね、ハードウェア、ハードディスクじゃないな、ちょっとね、知り合いというかですね、取引のあったメーカーさんだったんでねお願い、その人の営業に、お願いしてですね、いや、ワークステーション買いたいんですけどって言ったんですよねこれ、個人的にですかとか言われてね、200万ぐらいですよとか言われてね、うわーと思ったんですけどね、僕はその何をやりたかというユニックス、今で言うと Linux ですね、 Linux と同じような、オペレーティングシステムですね、それと C 言語をね、C 言語をやりたくて、買った投資がですね一式ですね200万ですよはい、それ、C 言語はね、僕の最初の C 言語はね、もっと遡ってですね、大学の卒業論文で、68000という MC68000 というですね、16ビットのコンピューター、アップルのマッキントッシュで使われてた、CPU なんですね。それを使って、まあ自作でね、回路図書いてですね、作ったんですよ。その時の OS が CPM、
68K っていうね、CPM というの知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ほとんどの人は知らない、オペレーティングシステム、ディスクオペレーティングシステムなんですけどね、MS-DOS なんで、DOS とか昔ありましたけど、それと同じような感じのやつで、そのやつで、C 言語が使えた。それを選んだ理由は C 言語を何しろ、使ってみたかった。だからですね、C 言語を使うにはどうしたらいいのかと、その C 言語を使う OS が動くハードウェアをまず作らなくちゃいけないと。そっから始まったんでね。それで C 言語をやりました。で、C 言語を習った時に本を探したら一冊しかありませんでした。はい。一冊しかありませんでした。で、細かい技術資料がなかったんで、C 言語で、まあ、書いてコンパイルしますね。コンパイルっていうのは機械語に直します。で、機械語を実際もね、機械語を解析してこのね、命令 C 言語の命令がどういうふうに展開されて機械語になるっていうことをこう調べたりとかですね。OS もちょっとね、逆アセンブラつってですね、解析かけてですね、動作調べたりなんかしておりました。はい、というね、まあちょっと関係ないことになってしまいましたけど、そういうね、まあ素人っていうかですね、まあ何にも技術なくてもですね、やりたいものがあればですね、今はですね、どんどんとできる時代、僕はすごくいい時代だと思ってます。何かをやるためにですね、会社に行かなくちゃいけない、大学に行かなくちゃいけない、なんか投資何千万何億とかかかるっていう時代じゃなくてですね、自分例えばドローンなんだ。だから中国でやってるね、結構なね、そうドローンであるとか 3D プリンターとかね、ああいうのはですね、わりかしね個人でできるんですよね。はい、だからそういう面ではまあ。いろんなね、ベンチャーとかがね、出てきてくれるとありがたいなと思ってます。で、修理なんかはね、僕なんか修理してるのは、どちらかというと40年とかですね、30年前なんで、部品がないんでね。そうすると、部品から作らなくちゃいけないという。そうすると、部品を作るにはどうしたらいいかというと、部品を作るためのソフトとか、器具とか、ジグとかですね、そういう、まあ、マシンですね。マシニングっていうかですね、要するに部品そのものを作る、マシンを作るマシン、そういうのを作らなくちゃいけないと、ある意味ね、まあ改造したりとかですね、そういう、まあこれ今ね、こう考えてるのはですね、まあ導電のね、接着剤ね、ちょっと今自分的に何度かいかないんで、ちょっと調合を変えてみようかなとかね。で、フィラメントね、今、フィラメントの買っちゃえばいいんですけども、フィラメントも、まあ、成分をですね、いろいろとね、合成してですね、やりたいなとかね、いろんなの考えておりますんでね。だから、素材っていうかですね、マテリアルですね。要するに、素材があればですね、ものができるというね、縦に、一貫性というか縦に貫いたような、ね、ことができるといいなと思います。何でもね、最近はもうみんな横のつながりでね、こう必要なものは横からいろんな会社やですね、お店やですね、いろんな国からですね集めてくるっていうあれなんですけど、僕はやっぱりね、一からですね作りたいっていう、元々がねそういうタッチなんでね、そういうものを、まあ、少しずつね、蓄積したいなと思ってます。で、そうするとね、依存が少なくなるんで、今みたいにね、依存、中国とかですね、ロシアに依存して苦しむっていうことはないと思いますね。まあ、すぐにできるわけじゃないんで、基本的な方針としてはそういうふうに思っております。はい、ということで、ちょっと長々と話してしまいましたけど、なんでこんなものを一つにね、そんなに時間をかけているのかというね、説明も含めてですね、僕は僕なりに、これを作るっていうのは一種の戦術になるんですけど、僕的には戦略を踏まえて、この戦術を生かして
ていこうと思ってますんで、あくまでも僕は戦術よりも戦略の方が大事だと思っております。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、今日はちょっと長くなってしまいましたけど、うだうだとね、またね、お袋のね、介護の方ね、楽になったって喜んでたんじゃないこの前ね。したら、またね、二つほどですね、もっと大変なことが増えてしまってね。まあ世の中ね、思うようにいかないなというのを、まじまじとね、実感している最中でございます。ということで、どうもありがとうございました。失礼します。なおじいでした。